ダイレム、ゲーム業界の老舗で、アーケードやファミコン黎明期で大活躍したメーカーです。ファミコンの有名作品といえば、やっぱり伝説のゲームである、スペランカーでしょう。ファミコン以外では、R タイプも人気で、その斬新すぎる敵のデザインに、いろいろとえぐい世界観設定は、一部のシューティングファンから、熱烈に支持されています。近年においても続編が発売され、その勢いは未だ衰えてはいません。そんな多数の有名作品を世に送り出している同社ですが、実は当初、社名は別のものでした。IPM 株式会社という名で発足していたのですが、数年後、とある有名企業から、名前が紛らわしいので変えろ、と言われてしまい、今のアイレムに変更した、という経緯があります。ジッピーレース、ゲーム黎明期に制作された本作は、バイクによるレースゲームです。このジャンルだと、任天堂のエキサイトバイクを想像される人が多いと思いますが、定められたロードを周回するエキサイトバイクに対して、本作はロサンゼルスからニューヨークまでの道のり、約 4000km を完走するのが目的という長距離レースとなっています。また、当時のゲームとしては珍しく、通常コースでは見下ろし型ですが、ハイウェイではリアビューに視点が変わるというのも大きな特徴と言えるのではないでしょうか。時期には燃料ゲージがあり、障害物や他の車と衝突すると大きく減少しますが、燃料なので当然時間経過でも減っていきます。燃料がエンプティになるとゲームオーバーというシンプルな作品です。このゲーム結構難しいので、一度もクリアしたことはありません。クリアできた人っているのかな？スクーン。スクーンというちょっと不思議なタイトル。そして潜水艦というこれまた、ちょっと珍しい時期。そしてスペランカーなどの、ローカライズで定評のあるアイレムからの発売ということで、海外製と思わせる本作ですが、どうやらスクーンは日本語のようです。キャッチコピーは君が地球を救うんだで、スクーンから取ってスクーンとなるそうです。侵略宇宙人であるオトと星人によって地球上の陸地のほとんどが海に沈んでしまい、途方に暮れたアメリカ国防省ペンタゴンは、ならず者である成金に、オトと星人の成敗と、オトと星人のプラントに閉じ込められた、人々の救出を依頼された、というストーリーの、シューティングゲームです。なんとなく緊張感のないネーミングですが、シューティングゲームとしての難易度は、かなり高い作品となっています。イメージファイト、ダラヤス、グラディウスと並んで、横型シューティングゲームを、黎明期から支えた R タイプを開発した、アイレムによる、縦型シューティングゲームである本作は、もともとアーケード向けに開発されました。近未来の21世紀、ムーンベースに寄生した、エイリアンを打倒するため、OF-1 ダイダロスに乗って、出撃する、というストーリーですが、まずこのエイリアンに挑む前に、イメージファイトという訓練過程を、経る必要があります。最初の5ステージが訓練、残りの3ステージが実戦、となっている上に、訓練での平均撃墜率が 90% 以下だと、非常に高難度な補修ステージを、クリアする必要があるという、実質ゲームの3分の2が、イメージファイトという訓練で、タイトルにふさわしい構成になっています。
大工の源さん。もともとはアーケード向けに制作され、後にファミコンに移植された本作は、発売された1990年代当時からしても、前時代となる昭和的なテイストの下町を舞台に、悪徳建設会社に対抗するため、正義の心を持つ江戸っ子の大工である田村源蔵こと大工の源さんが木槌片手に奮闘するアクションゲームです。木槌を使うアクションがタイヤで、上に向けて木槌を突き上げたり、地面を思い切り叩いて地震を起こしたりと、さまざまな動きを取ることが可能です。シンプルだけれど高いアクション性と、当時子供でも知っていたバブル景気とそれに伴う不動産ラッシュという分かりやすいテーマから大人気となりました。後にさまざまな続編が作られた上に、パチンコやアニメといったメディア展開もされ、現在でも親しまれている作品となっています。パッケージが思いっきり頭に矢の刺さった戦国武将という極めてインパクトの強い本作は、戦国時代の最中である1555年を舞台にした戦略シミュレーションゲームです。全国40の戦国武将から一人を選んで全国を統一することを目標とします。基本的には信長の野望シリーズ等の本営の同ジャンルのゲームに近く、国の運営や計略、政略結婚といった国家経営と戦場での合戦の双方を楽しむことができます。面白い点としては、合戦の勝敗は敵兵を全滅させるのではなく、士気をゼロにすることで決するという点ではないでしょうか。実はアジア圏での内戦は総力戦というよりも小競り合いが多く、戦争で死ぬことは実はそこまで多くなかったという史実を反映しているようですね。西村京太郎ミステリー、ブルートレイン殺人事件、推理作家である西村京太郎先生の人気シリーズである戸塚川警部シリーズを原作とした推理アドベンチャーゲームです。2015年に廃止されてしまった、当時夢の寝台車であったブルートレインを舞台にしています。戸塚川警部シリーズは実写化もされており、本作の登場人物たちも実写化された際の俳優をモデルにしたグラフィックとなっています。当時のグラフィックを考えたら非常によく似ており、また口パクながらもアニメーションまでするため、ファンにはたまらない作品と言えるのではないでしょうか。ちなみに西村京太郎先生は本作とは別に寝台特急殺人事件という、やはりブルートレインを舞台にした推理小説を書かれていますが、本作とは全く別の作品となっています。
レトロゲームファンの方にはおなじみの史上最弱の主人公で知られる作品です。もともとはアメリカで当たり向けに制作されたゲームで、本作はそのローカライズとなります。ちなみにスペランカーとは初心者探検家という意味なので、もしかしてこの脆さは意図的に作ったものなのかもしれませんね。しかしこの最弱主人公の同作ですが、ゲームとしての完成度は高く、当時のゲームとしては極めてキーレスポンスが良く、軽快な BGM と決して理不尽ではない難易度で、何度でも挑戦したいと思わせるやり込みゲームとして現在でも高い人気を誇っています。現行機種でのバーチャルコンソールやプレイステーション4での新作開発など現代でも愛される作品となっています。この主人公の弱さが有名すぎて漫画にもなっていましたね。you